ャンヌ・ダルクは後悔していた。最下孫一の優しさに甘え彼を犠牲としてしまったことに。それは彼が倒れた帝軍山の戦いだけのことにとどまらない。ジャンヌがこの世界に飛ばされた直後、小牧長久手の地でのことである。右も左も分からぬ異世界で彼女は妖魔の盾。その時颯爽と救援に現れた孫一はジャンヌを逃がし、一軍のみで妖魔軍を食い止めたのである。だがその結果孫一は多くの部下を失ってしまった。もしもあの時自分が共に戦っていたら、孫一は部下を失わず帝軍山で敗れることもなかったはずだ。今度は自分が彼を助けるのだ。ジャンヌは固く決意していた。戻ってきた、あの時のあの場所に。かつて救われた時私は参るだけだった。救援に来てくれたあの人を残し戦場を離脱してしまった。でも今度は逃げない。最後まで一緒に戦う。私があの人を救うのだから。包囲を狭めろ。存分に殴ってやれ。よっしゃ。いけない。みんなの間に絶望が広がっている。勇気と希望を呼び覚まさなくては。骨ごと噛み砕いてばかり。ひっそっちゃ。間違いねえ。あと少し頑張ってください。負けられなく救いの手が訪れます。負けられない。白銀の乙女の予言だ。救いは必ず来るぞ。負けられない。負けられない。その勢いで前進せよ。負けられない。参ります。行ってみるか。すぐに転機が訪れます。勇気と希望を胸に戦い抜きましょう。ジャンヌ、オルレアンの聖女、俺たちはやるぞ。骨ごと噛み砕いて。何？帰り討ちにあったのと。一気に押し潰せ。
敵将、私が倒しました。参ります。行ってみるか。試す。ローマが暴れてるって聞いて来てみれば、以上が襲われてるじゃねえか。決まりだな。最下衆行くぜ。準備完了だな。ローマ殿に余り玉をお見舞いしてやれ。蜂の巣にされちまう。さすが俺。さてこのまま反撃といくか。ここまでは順調。この後に予想外の事態があるはず。そこをしのげねば未来を変えられる。十分に注意して備えなければ。よし、タゲの部隊も遅れ。中央を取られるな。よっしゃ。よっしゃ。必殺じゃ。が危ねえ。一気に南下して敵の頭を潰すか、大軍から潰して候補の憂いを断つか。わしこそ天下無双の知恵者じゃ。その戦ぶり手本といたします。救援いただきありがとうございます。礼には及ばないぜ、美しいお嬢さん。さあここは危険だ。引いた方がいい。いいえ、絶対に引きません。最後まで共に戦います。これも色男の宿命だな。いいぜ、
どこまでも一緒に行こう、お嬢さん。仕上がるな。それと世の女性人気を二分できるぞ。おいよおい、皆が笑って暮らせるように一歩近づいたかろう。美しいお嬢さん、あなたが無事でよかった。いや、わしらにしたらお前が無事でよかったわ。あ、何の話か。まあいいか、俺はもう一度戦場を確認してくる。妖魔に背後をつかれたらまずいから。聖女さん、少し待っててもらえる。すぐに戻る。おい、孫一。言ってもだが、まあ、もう妖魔も残っとるんじゃろ。これで過去は変わりました。私たちは未来へ戻りましょう。本当に孫一さんを救うために。